ざっくり使用してください。はい、まあ、コンセプトとして、どんな方でも乗りやすい車、そして速く走れる車、これをコンセプトとして作り上げた1台です。それに伴って、スプリングショック、まあ、その辺を、乗りやすいようにバネレートを選んで、でオリジナルのショックで、乗りやすいように仕上げています。今レートは何キロですか？フロント5キロですね。でリアが4キロ、かなり柔らかいと思うんですけど、一応その反発力なんかも考えまして、フロントもリアもドライブさんも使っております。あとエンジン系は？エンジン系は本当ノーマルですね。コンピューターは、当社の、はい、オリジナルです、はい、ブーストも 1.3 までかかってます。まあ、タイヤラウンジさんっていうと真っ先に確かいろいろねコンピューターとかやった、はい、あとあれですね VSC、ね、あーもうバカ売れないもうあれで食らったっちゃうよもうバカ売れないね。あれがないともうさっきた死ぬないぐらい。まあ3233あると86、ね、まあ、みんなあれないと電子制御は完全に切れなくて、ね、まあ、乗りにくいと。じゃあ来ても楽しみですけど、はい、お願いします。はい、すてる感じ、そんなに柔らかい感はないですよ。しっかりしてますよ、結構。この辺の、この辺の追従性もいいね。まあやっぱり少しロール感はあるけれど、ぐーっとそこでロールを利用して曲げてあげるような感じで、いいね。全然とんがってる部分がないですね。この辺もマイルドだけど剛性感があってしっかりしてる。ブレーキ踏んだ時のフロントのノーズダイブもそれほどでもないです。しっかりこのステアリングをゆっくり切ってあげてノーズを入れてあげれば、あとはデフでね結構引っ張ってってくれるからいいね。エンジンフィーリングもね、ブーストアップだけど力強い、こうアクセルこのぐらいからガーッと踏んだ時もブーストの立ち上がり早いですね。ブーストの立ち上がり早くて上まできっちりパワーついてきてます。6000あたりまでね、ブーストアップでパーッとこうブーストが立ち上がるだけじゃなくて、それにちゃんとエンジンパワーも上までついてきてる感じで、こうミニ、こういうねミニサーキットだったら十分これ楽しめるかな。ギークステージお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いかがですか？あのね、おみさん言ってた走る前のコンセプト通りの車まあなかなかそのねコンセプト通りになかなかこう車って仕上がらない、まあ現実だと思うんですけど、本当に誰にでも乗りやすく速い仕様になってた。そんなにあれしても何も出ないですよ。出ない。あ、残念。そろそろバトルビーレーシングさんからスポンサーでもねでもね、足もね、まあ乗る前に言われて結構柔らかめの設定のねバネレートだったんですけど、実際走り出すとしっかりしてる。全然そのバネレートの感じがしなくて、まあ回り込んでるところとかグーってロールは一瞬するんだけど、あるところ行くとしっかりそこで止まってフロントがグッてこう入ってくる、うん、だから全然とんがってる部分がなくて、まあ逆にねちょっと乗り方あんまりラフにステアリングを切ったりしちゃうとちょっとついてこれないかなっていう感じはあるんだけど、ブレーキ踏みならグイグイちょっとブレーキ残しながらちょっとずつこうグーってブレーキ入ってくる、ドライビングにはガッとも普通に曲がっていくし、であとアクセル踏んだ時のディフの、感触の良さ、自然に前に引っ張っていってくれるし、そういった意味では全然サーキットでも楽しみにしようになって、タイヤがね215のネオバの8R なんで、はいはい、ちょっと最近のハイグリップに比べるとそう、まあまあね、最近のに比べたらちょっとあれだけど、でもね、今俺降りて初めて知ったんだけどそんな、そうか、215、最近みんな235だったりするから、ね、そうですね、で235でね、うん、Z
052とか 12D とかが多いんで、あその中で言うとグリップに、うん、まあ、頼らないセットというか、いや全然しっかりしてるしね、あのまあ多少ブレーキの不安定感っていうか、ちょっと突っ込みの時にブレーキの甘さっていうのが、まあそれはタイヤが、ね、細いからっていうのもあるんだけど、結構ねセイフトって初期精度もともと機械的に強いんですよ。パッて自分ではそんなにトルク入れたいんだけど、実際ガッて結構もう掴んでしまう。ブレーキパッドをいくらこうコントロール性のいい初期甘めにしてもある程度やっぱり掴んじゃうんで、その時グッて効いちゃうんで、その時に若干こう滑るっていうのかな、うん、思ったよりもブレーキは止まってるんだけど、まあタイヤが少しこう滑っちゃってる状態で制動距離が伸びちゃってるような感じはあるんですけど、でもそこから今度横の入力に関しては、まあサスペンションも手伝ってしっかりしてるし、ちょっとロールしながら、グッてある耐えて、非常にね、僕なんかこういう味付け大好き。電速ブレーキに関してもちょっともうちょっと詰めて、うん、うちの方でもパッドとかもろもろ開発していきたいと思います。じゃあまだまださらにいろいろ、そうですね、ご期待いただいて、ね、またこうなんいいパーツまた出しちゃうんだよね、タイヤラウンジさんがね、こう、まあ、ついて他にない部品がね、ありますからね。そう、でね、ちょうどいい値段でね、買っちゃおうかなっていうぐらいまあ、そういった意味で、ますます楽しみなのかな、はい、じゃあね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。